すびのぎもん。なすびのぎもん。どうも、なすびです。この番組では震災後の福島で暮らす皆さんの不安や悩みに私なすびがお答えしていきます。今回のテーマは空間占領と個人占領ってどう違うの。空間占領と個人占領の違いについてお伺いしたいんですが、はいはい、この2つはどのようにこう考えればよろしいんでしょうか。ですね、空間占領というのはある空間における放射線の量を表す単位、はい、で一般的にはですね、1メートル高さの放射線の量を空間占領というふうに言っています。でこれについてはですね、空間占領計という装置があれば、その場ですぐに知ることができるんです。個人占領の方は私たち一人一人が日常生活の中で受けている放射線の量を表しているんですね。でこれを知るためには、例えば内部被曝ですと皆さんご存知のホールボディカウンターというのに入っていただいて、体の中にあるセシウム量を調べて、でそれによる放射線の影響を数値化して表すことができるわけです、はい、外部被曝の方は個人占領計というものを体につけて、それで測っていかなければいけないと。ですからすぐに分かるわけではなくて、一定期間をつけているとその間にどれだけ放射線を受けたかというのが分かると。こちらの方が個人占領になります。除染復興の加速化に向けた国と4市の取り組み中間報告というものが公表されているんですけれども、その中身を見てみると、これは福島市、郡山市、伊達市、それから相馬市の4市になるんですけれども、はい、住民の方々の個人占領を調べた結果が分かってきまして、それによるとですね、多くの市民の方々が国が長期的に目指している年間1ミリシーベルト程度の個人占領になっているんだということが分かってきたんです。じゃあそういった意味でやはり個人占領を、しっかり測るということが大事だな、はい、そうですね。空間占領だけでは実際私たち一人一人がどれだけの放射線を受けているのかっていうのは分からないわけですから、はい、個人占領計を使って個人占領を実際に、測ってそれを知るということは非常に重要なことだというふうに思っています。空間占領はある空間における地上1メートルで測定した1時間あたりの放射線量のことで、個人占領は個人が日常生活の中でどれぐらい放射線を受けたかを測定した値でした。空間占領だけでなく個人占領もしっかり測って生活していくことが大事だということが分かりました。番組へのご意見ご感想、こちらまでお寄せください。また見てねー。